はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらトヨタパッソ型式がですね DBA-KGC30、こちら、平成26年7月登録ですね。で、このですねパッソの方は、1KR というですね 1000cc のエンジンを積んでおります。こちらの車両のですねエンジンオイルとオイルフィルター、こちらの交換をですね DIY していきたいと思います。それではですね、ジャッキアップ等といたしますのでアングルが変わります。はい、すいません、撮影する時間がなくなっちゃって夜のね撮影になっちゃったんで、ちょっと明かりを灯しながらやっております。はい、それではですねツール紹介いきたいと思います。こちらですねドレーンボルト、開閉するのにですねこちら14ミリのコンビレンチ、それからですねフィルターはこちらを使います。日東工業さんの 4TP1321024、 ちょっと開けちゃいますけど、これ紙フィルターのあれですね、こういうフィルターなんですね。はい、それからですねそれをカートリッジをですね、開け閉めするのにこちらの特殊といいますか、トヨタの専用のフィルターの、カップですね。で、それから、それを外すために、こちら、エクステンションとラチェットですね、用意しております。それからですね、オイルなんですけれども、こちらですね、こちらでした、すいません。こちら 1KR-FE という1000のエンジンなんですけれども、この方ですね、オイル交換あんまりしない方なんで 0W20 とか入れるとちょっと怖いので 5W30、 スノコさんのですね 5W30 を今回入れるようにしました。こちらのフィルターとね同時交換となりますので 3.1リットル、 オイルのみでしたら、2.9 リットルとなります。はい、で一応こちらの方にも用意してあります。でこちらが、オイル受けですね、こちらの方も用意しております。それではですね作業の方を開始していきたいと思います。一度固定カメラにいたしますので、アングルが変わります。はい、それではですねこちらねオイルパンになります。ここのところがですね、でこれがドレーンですね、ドレーンボルトで、ここがフィルターのカートリッジですね。はい、それではですねまずはドレーンボルト、こちらをね、開いていきます。左回しですからね、こちらですね。はい、で緩まりましたらあとは手で回します。ちょっとね落ちる位置がね、ドバーッと出ると思うので気をつけながら、受け皿を置きます。もうちょっとで外れそうです。はい、外れます。はい、真っ黒ですね。はい、ではちょっとね、このまま少し出しておきます。で、ドレーンボルトはですね再使用となりますので、洗浄をしておきます。はい、もう少しですねオイルの出が収まってきたらフィルターを外すんですけれども、今のこの時点でやるとね、両方からドバッと出るのでちょっと危険です。はい、もう少し収まってからフィルターを外したいと思います。だいぶ収まりましたでしょうかね。はい、だいぶ収まってきましたね。結構これが硬いのでね、しっかりこれ奥まで入らないと外れない。あ、今こんな感じですね。こんな感じで、外したいと思います。
でやっぱこれも左回しですね。よいしょ、硬い。このラジェットはですね、それなりに力かけていいものでないと、このフィルターとかのですね、外すときですね、壊れてしまう恐れがあるので、これかなりトルクかけてもいいというものですね。ので、皆さんももしこれやるときはそういうものを揃えてやってください。はい、もうだいぶ緩まりましたら、落ちる場所をですね考慮しながら外します。はい、結構ドバッと出ますね。もう下向きについてるフィルターっていうのはもうドバッと出るのは仕方がないので、覚悟の上で作業するしかありませんね。はい、本当はですねこれでここを一回開けてからこれで出したりするんですけど、結構ドバそれでも出てきちゃうのでね、汚れますので、もう覚悟を決めてドバッと外しちゃった方が早いです。はい、でここの中の紙フィルターを交換するんですね。ですからもうこれはもう使わないです、捨てます。でこのカートリッジは再利用なんですね。これですね、これ、再利用なんですけれども、ここのゴムパッキン、こいつは再利用しません。フィルターの中にパッケージで入ってきます。本当はここのね、ゴムフィルターもですね入ってくるんですけれども、ここはもう取り外しませんので、交換しません。でこいつをですねピックツール等でですね、取ります。で一回これを洗浄いたします。はい、ちょっとね今ピックツール持ってきますので、ちょっとは、お待ちください。はい、こういうね、ちょっとね、これもでもそんな尖ってないな。こういうちょっと尖ってるやつで、こうめくります。はい、このゴムをもう捨てます。で、こちらですね、一回、パーツクリーナー等でね、洗浄をいたします。中はね、洗浄しちゃうとね、乾かすまでちょっと時間かかりますので、中はしません。外身だけ洗浄します。はい、だいぶこれでねもうね、汚れ取れます。まあ中もねそんな綺麗ではないですけどね、これは拭くだけにしておきます。パーツクリーナー拭いちゃうとね、パーツクリーナーが乾くまで設置できないっていうね、なりますので、はい、すいません、ちょっと今ねバイクがうるさくてね、音が聞こえなかったかもしれませんが、はい、こちらですね、パッケージの中にこのゴムパッキンがあります。さっき言ったねちっちゃいのはもう取り外ししないので今回使わないです。この大きいのだけ使います。この大きいのをですね、今度入れる親友の方から、ちょっといただきます。はい、こちらですね、ちょっと油に浸しました。浸しましたっていうか、油をこう、つけました。で、ここの溝に、入れてあげます。これでね、ねじれが生じないように入れてください。これねじれがあるとね、オイルが漏れてしまいますのでね、ねじれをしないように、つけます。で、そうしましたところ、次は、こちらの紙フィルターですね、つけます。これね、どっちが上か下かってね、よく議論になるんですけれども、メーカーに問い合わせたらどっちでもいいみたいです。はい。で、私はいつもそうだ、文字をこう、上の方にするようにします。してます。はい。ちょっとね、この、入れるところ、汚いところをね、ちょっと拭き取ります。それこそね、ここもパーツクリーナーやっちゃうと、乾くまで設置できなくなりますのでね、ここはそのまんまパーツクリーナーを拭かないでやります。はい。で、この状態で
つけていきます。はい、簡単で簡単にね、手で回ります。最初のうちはでもこの辺になると硬くなりますね。はい、硬くなってきましたら今度はラチェットね、ツールを使いますね。はい、ちゃんと奥まで入れて回していきますね。ここね、ある程度普通のフィルターよりも力入れてくれちゃって構わないと思います。逆にこれが緩いとオイルが漏れます。はい、これを少しねトルクかけてください。はい、こんな感じでよろしいかと思います。はい、そうしましたら次はねドレーンボルト。もうねこれだけしか落ちてこないということはもうそんなにも落ちないです。はい、ではですねドレーンボルト、ドレーンボルトとドレーンパッキンね、つけます。はい、右回しねつけていきます。これもやはりですねフィルターのところと同じである程度手で簡単に回ります。で、あるところでも手では回らなくなります。はい、ここですね、ここ手で回らなくなったところでやはりこちらの道具使いますね。14ミリのコンビレンチですね。はい、よくこちらね3キロとか4キロぐらいのトルクって言われてますね。はい、ね、パッキンでも変えた時は少しちょっと押し込むようにパッキンを少し潰すようにして、力かけます。はい、こんな感じでよろしいかと思います。そうしましたらですね、まあこちら閉まってるのをちゃんと確認した上で、パーツクリーナーでね最後仕上げで、汚れを取ります。はい、こちらはね、ね、オイル漏れとかそういうのした時分かるようにこの辺はすごく綺麗に、してください。はい、特にこの辺の周りはね。はい、で一応こちらちゃんと閉まってるか確認、ここもね確認しまして、次はですねオイルの注入の方ですね、こちらに行きたいと思います。もう下での作業はこれで終了となります。はい、それではですねアングル変わります。はい、こちらフィラーキャップになります。こちらにですねオイルを注入していきます。はい、3.1 リットルですね。この時ですねあんまり急にドバーッと入れるとですね吹き返して出てきちゃう恐れがありますので、なるべくこうゆっくり慌てず急がずですね、注入していただければと思います。はい、でもこの車ね比較的飲み込みはいいのでドクドク入ってきますね。はい、これで OK です。失礼しました。はい、そしたらですねフィラーキャップをいたします。でオイルの量をですね測りたいんですけれども、ちょっとねすぐに測ってもオイルフィルターまでまだオイルが到達しておりません。ですので一度エンジン回してですね、アイドリングを5分、それからですね、クーリングを5分行った後にですねオイルのレベルを測っていきたいと思います。はい、それでですね、一回カットしまして、その段階まで回したいと思ま、その段階に回したいと思います。はい、それではですね、こちらオイルレベルの方で測っていきたいと思います。ここ一回抜いてですね、ここ余分な油を拭いてもう一回入れます。で、奥まで入れて、抜きます。はい、ここと点と点のですね、間に入っていればいいとされてます。はい、こちらね上限のところまで来てるのでね、オイルはちょうどいいということになります。今日はですねこちらトヨタパッソ、
こちらのですね、エンジンオイルとフィルターオイルの、オイルフィルターのですね、交換の方を DIY させていただきました。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。